血液型は何ですか？え？血液は何ですか？え、hey, ママ、ハロー。ママ、今、ママ、アナ・フローグラム。ワイビン・ブログラム？あは。オッケー。たくさん見て、ヘイロー。血液型は A でーす。私、日本に来る前に、実は、この血液型占いあったら、私、実は知らなかったんで、日本に来る前に自分の血液も知らなかったんですよ。血液なんですかって聞かれた時に、なんでみんなそれ知れたがってるんですかって。海外では血液型占いじゃなくて、あの星座で占いとかよくあるんだけど、ま、てか A 型って何？なんかよく O 型っぽいって言われるんだけど、 A 型って何？真面目で几帳面。まあたまに責任感が強い。まあそれはあると思うよ。頑固。Oh yes、 頑固です。めっちゃ頑固です。え、待って、これもしかして合ってるかな。心配性で不安になりやすい。不安になってもいいことに対しては不安になる。不安になっても解決にならないことに対しては不安にならない。例えば、あの電車に乗ってなんか事故で止まっちゃって動かない、あやばいこれ遅刻になる、あ遅刻になる、なんか不安とか、なんかもうそういう心配になっても何も解決ならないじゃん。電車は動いた時は動く。でそういう時は私結構待つ、もう冷静に待つタイプかな。震災で傷つきやすい。お、あでも誰でも傷つかれたくないじゃん。周囲の目を気にしがち。前提です。周りの目は全然気にしないタイプです。完璧主義。完璧主義。多分違うな。自己評価が低く自信がない。うわ、これも違うな。え、待って、 A 型は女子こんななの？もうちょっと頑張ろうよ。コツコツ努力するのが得意。あ、でもこれはまあまあまああるかな。自分でこれやるぞって決めたらもう最後までやりきるタイプ。皆さん、自分の血液合ってる？合ってない？日本ではもう子供の頃から、例えば、あ、ほんとすごい、あ、 A 型なんだ、えー、じゃあ A 型がこう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 だよって、そう言われたら、まあ、人間はそうなるよ。逆に A 型だよって言われてないから、その A 型の特徴に身についてないからね。でもどっちかっていうと私大技なので、大技の方が多分合うのかなと思うんだけど、しかも血液ってさ4パターンしかないじゃん。人間って4パターン以上あるよ。